続いてのステージに参りましょう。続いては下木見田ささら保存会の皆さんによる大塚神社ささら舞です。高萩市の大塚神社の祭礼時に行われるのがこのささら舞です。永禄年間から続く伝統芸能です。おじし2匹とめじしからなる3匹獅子舞で、子どもたちが三角形になって鳥居前と拝殿所で舞い奉納します。ささらは神に奉納するとともに村人たちの娯楽として伝えられ、また厄除けとしての役目も果たしました。大塚神社の例祭として五穀豊穣子孫繁栄を記念して奉納されるもので、400年以上の伝統を持つと言われています。さあ、ステージではこのささら舞の準備が今行われていますよ。さあ、皆さんお待たせいたしました。準備が整ったようです。それでは続いてのステージ、下木見田ささら保存会の皆さんによる大塚神社ささら舞です。どうぞよろしくお願いいたします。ございます。今日全部は披露できません。
時間の関係上中を詰めてございますので、これ全部を披露するのは9月の23日下君田のお祭りには全コースをご披露申し上げます。この佐竹藩のものだという完全な歌がございますので、その2章をご披露申し上げます。立つさみは後をはげれば立ちかねる、水鬼御さん、この意味は水鳥はそこにたたずんでいた後足を残さないように立つたる。我々も下君田にいて下君田の住民に迷惑をかけてはならないので、立ち去りましょうと。それからもう一種、国からは急ぎ戻れと文が来る。おいとま申そう、おいとま申そう、早馬の使いに答えるようにして一行は帰りましたが、この笹郎を下決めに置き土産として置いていってくれました。それが今も継承されているものでございます。どうぞ歴史を思い浮かべながらご堪能いただければ幸いと存じます。
景色です。田植えをしているところでございます。Thank you.
かりました。じゃあ、はい、どうも。気をつけてね。はい。はい。これが7番までございます。しかし今日は長抜きをしておりますので、3つぐらいしかご披露できません。それから両サイドに立っている黄色い修験僧の支度をしているのは出羽三山の湯殿さんの修験僧がこのササラの先導役として通夜祭の安全のために来ていただいたのが昭和20年までは来ていただきましたが、今は地元の若い衆が代役を務めております。
ただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下君田ささら保存会の皆さんによる大塚神社ささら舞でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。続いてのステージはこちらも伝統芸能になります。丹生ささら保存会の皆さんによる丹生神社大ささらとなります。ステージには大きなセットが登場してまいりますので、準備が整うまで今しばらくお待ちください。